気象庁によりますと、昨日午後11時14分ごろ、豊後水道を震源地とする地震がありました。震源の深さは39キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定されます。宿毛市と愛媛県愛南町では震度6弱を観測。県内では震度4が四万十市や土佐清水市など7市町村、震度3が高知市や室戸市など19市町村、このほか広い範囲で震度2を観測しました。この地震で40代の男性が過呼吸で畑県民病院に救急搬送されましたが、命に別状はないということです。また梼原町では町道が落石と倒木で塞がれ、5世帯10人が一時孤立状態となりましたが、復旧作業が進められ、現在は通行が可能になっているということです。